皆さんこんにちは、菊の井の村田です。私の美味県産の一皿はカブラムシです。京都の代表的な料理です。聖護院カブラといいまして、千枚漬けのカブですね。でこれが美味しくなる季節が、このカブラムシが一番美味しい季節になります。聖護院のカブというのは皮がものすごく分厚いのにむかないと、繊維が残りますから、7ミリぐらい全部取ってください。裏おろすのってもう何十年ぶりやわめちゃめちゃ手だるいこの絞り加減が耳たぶぐらいの柔らかさになるまで株を絞ります。この汁にはグルタミン酸がいっぱい入ってるんで、昆布の増粘多糖体がセルロースを引っ掛けて持ち上げますので、透明な株の出汁ができます。煮立ってるところに、ブジをさっとつけます。こうやっとくと外側に、ついてるタンパク質が取れますんで、臭みがなくなります。はい、その間に蒸してる間にこの株の中に少々塩、味をつけるわけではなくて、株の甘みを引き出すためなので少しでいいです。ゆり根は塩蒸し、蒸し上がった時に甘みを引き出したものです。三つ葉は、五分に切ってます。生です。銀杏は薄皮を剥いて下湯がきしたものです。キクラゲは戻してから刻んで味をついたお出汁で炊いてます。そしてキクラゲ、同じぐらいの体積の卵白を入れます。卵白入れる人もたくさんあるんですけども、卵白を泡立てと入れる人が多かったり、泡立てて入れる方が口当たりが軽いから、もうどっちか言ったらライトでスフレのようなカブラムシを作ろうというふうに思っています。これ一番だしです。それにカブラの先ほどのだしですね、これを3分の1ぐらい入れます。大根とかカブとかいうのは非常にグルタミン酸が多いので、カブにかけるわけやから、カブの出汁が入ってる方が香りが引き合う。くずを入れます。この頃は寒いでしょ、もう雪も降ったかもしれんぐらい寒い時はあんは濃い方が美味しいわね。じいさんの時はべっこあんってね、濃口醤油とたまりをちょっと入れたりしてべっこ色のあんを作ったんですね。みたらしたんだ、今はそんなあん嫌がれるわね。かいてカブにいろいろ合わせたものを乗せます。これでもう一度蒸します。生ウニを乗せまして、ウニが少し温まるぐらいもっぺん火にかけます。はい、これで完成です。次の料理人はタンクマの来栖正弘です。